NC ダイノスは、久保リーグに所属する韓国のプロ野球チームである。ホームタウンは、継承南、道省原子で、本拠地は、同市内にある、小原 NC パーク。2013年の久保リーグの1球団のエクスパンションにて誕生した。久保で2番目に、新しい球団。韓国のオンラインゲーム企業大手 NC ソフト参加。2012年は、 久保リーグの2軍リーグフューチャーズリーグに参加し、2013年より1軍の久保リーグに参入を果たしている。チーム名の NC は NC ソフトの意味に加え、ホームタウンの新、マサゲン氏が2010年に旧正原氏、旧馬サ氏、旧陳開氏の合併により人口約110万人の大都市、正原氏として新たに誕生したことを表す、ニューチャーワン1の意味から来ている。 親会社の NC ソフトは、韓国のオンラインゲーム運営会社で、主な作品に、リネージュ、タワー・オブ・アイオンがある。この新球団は2011年シーズン前に、韓国野球委員会より、設立承認を受け、球団名は、公募により、NC ダイノスに決定した。NC は、親会社名ともに、マサ・ゲン氏よびキューバ・サン氏、キュー・氏を合わせた、新章・ハを意味し。 ダイノスは、軽症難道が、恐竜の化石が多く分布し、老若男女に親しまれていることを理由としている。初代監督には2011年シーズン途中まで、トサンベアーズを率いた近況分が就任。チーム設立にあたっては、トライアウトを実施して、選手を集めただけでなく、同年の新人選手大賞のドラフト会議では、優先し迷惑も利用して、打球団より、 多くの選手を指名した。また2011年11月、韓国プロ野球史上初のルール5ドラフトでも複数の選手を指名した。2012年11月、既存の8球団から保護選手20名以外の選手をそれぞれ1名ずつ特別に指名する権利が与えられ、李翔広志総陣営、高正茂、金康志君などを指名した。 また2013年 FA 公子選手のうち、リヒロシシュン、リケンヒツジサルの2名と契約し戦力補強に努めた、他、初の外国人選手として、アダム・ウィルクラ3名を獲得している。チーム史上初の一軍レギュラーシーズンの試合は、2013年4月2日、本拠地、バサンでのロッテ戦であった。開幕7連敗後、同年4月11日、 三室野球場での LG ツインズ戦で初勝利を挙げた。初年度の2013年シーズンは勝率4割以上で終え、既存のハンファイイーグルス、キアタイガースを抜いて7位と、開幕前の大方の予想を覆す検討を見せた。なお最多投類の金集高、最優秀防御率のチャーリー・シュレック、10勝を挙げ、新人王を受賞した、理財学といった表彰者。 個人タイトル受賞者も輩出した。2014年に不栄講師選手のうち、孫時則、理李小曲の2名と契約、また初の外国人野手として、エリック・テームズを獲得し、さらなる戦力補強に努めた。同年は、レギュラーシーズン3位で初めて、ポストシーズンに進出するも、準プレイオフで、LG ツインズに敗れた。二千十五年は、テームズのアジアプロ野球史上初となる。 40本類が40盗塁の達成や首位打者になるなど MVP 獲得にたる成績を残したこともありレギュラーシーズン2位となる2年連続出場となったポストシーズンではプレーオフから出場したがトサンベアーズに敗れた2016年もレギュラーシーズン2位で3年連続出場のポストシーズンではプレーオフで LG に勝利したが初出場となった 韓国シリーズではトサンに敗れた。同年オフにテームズは退団する。2017年はレギュラーシーズン4位で4年連続出場のポストシーズンではワイルドカード決定戦で SKY バーンズ準プレイオフでロッテジャイアンツに勝利したがプレイオフでトサンに敗れた。トサンには2015年から2017年まで3年連続ポストシーズンで敗れている。 二千十八年は成績不振でシーズン途中の六月に金京文監督が辞任し、ゆたけし深し監督代行がシーズンの残り試合を指揮したが、球団史上初の再会に終わった。二千十八年十月、リアズマ・アキランが監督に就任した。証言市内に新球場を建設する計画があったが、用地の選定も進まず、当初約束した二千十一年三月の 球団創設から5年以内となる2016年3月までの完成に、めどが立っていないとして、2013年1月、久保は証言士に新球場建設を促す公式、声明を発表した。それを受け、正さ氏は、軍港で知られる、賃会地区に新球場を建設する計画を発表したが、2014年8月、本拠地の馬山総合運動場野球場に隣接する、 総合競技場を解体して新たに野球場を建設することが発表された。新球場は2016年9月に工事が開始され、2019年2月に完成、3月19日の市販競技から NC の試合が開催されるようになった。名称は2018年12月、小原 NC パークに決定したが、後にまさに園体育施設の管理運営条例上のみ、 小原 NC パーク、馬山球場に修正された。新球場、小原 NC パーク、馬山球場で迎えた2019年は、レギュラーシーズン5位で2年ぶりにポストシーズンへ進出するも、ワイルドカード決定戦で LG に敗れた。2020年10月24日、小原 NC パーク、馬山球場の LG ツインズ戦で、レギュラーシーズン初優勝を決め、4年ぶりに、 韓国シリーズへ進出11月24日、登山に勝利し初優勝となった。なお2軍は2015年シーズンより、カヤダ大のスを名乗り、前年まで、カヤアンダーズが使用していた、カヤ国家代表グラウンドを本拠地としている。そもそもは、2軍のホームタウンも小原のある軽勝難道で、調整する予定も球場が確保できず、一時的に隣接する軽勝北道歩行士を、 暫定利用していたが、2014年まで2軍の公式戦、フューチャーズリーグにのみ、オープンエントリーとして出場したワンダーズが解散したことによる、かやしからの要請を受けて、2軍の本拠地を移転させたものである。なお、2019年シーズンからは2018年まで、1軍が使用していた場産、総合運動場野球場へ本拠地移転し、チーム、マスコットのダンディとセリ、 ありがとうございます。